と不良ババ。それは血統の適性が出やす。血統派、アナトーバ剣士にとって、楽園のような舞台。不良ババを制する者が、馬剣を制すと言われるボーナスステージである。はい、皆さんこんにちは。マーケントライモンです。本日の企画です。ダート、不良ババ。こいつら買っておけば、ボロ儲けできる説。やっていこうと思います。こいつらって誰なんだいって、なると思うんですけども、はい、こいつらです。はい。ダート不良ババのプラス回収率のシボバ。絆トゥザワールド、スマートファルコン、トランセンド。まあ、あと他にもね、カジノドライブとかいるんですけども、今日やるのは、小倉なんですけども、その小倉競馬場に出走する馬の中にいなかったんで、ガイドバーこの4つにします。はい、本日のルールです。さっき挙げた、ダート不良が得意な芝馬の3区を1月28日土曜日小倉競馬場のダートレースで単勝戦副賞2000で勝負します。ちょっとねこれ今土曜日の朝なんですけど撮ってるのはね今起きて30分経ってなくてババコンディション見たら不良だったんでじゃあこの企画やろうと思ってバーって出走馬の3区を見た感じであげたのでひょっとしたらちょっと企画の最中にこの馬も不良ババで得意でしたっていう馬がいたら買い足すと思うんですけども一応この4頭の馬券を買っていきたいと思います。それでは検証スタートです。このレースの該当馬は絆3区の7番人気3番痛快の絆。馬券は3番痛快の絆の単勝1000円負傷2000円で勝負です。道中6番手を進んだ赤い帽子3番の痛快の絆4コーナーで3番手まで上がって最後の直線です。完璧の展開も10を残して10を残してそして3がさせ3が頭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 させ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 3が頭3が頭3が頭させ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 3が頭3が頭よし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 一応させ一応させ一応させよっしゃよっしゃ逆取った。大変申し訳ございません。試乗が入りました。このですねルマレンとサンレプクも結構張って取れたんで今日の勝ち確です。ありがとうございます。大きいの取れたんでちょっとどやらせてください。ですね湿った馬場の小倉ダートで僕が意識して馬券内に入れてるようにしてるのはですね芝の長距離血統と米国型の配合の馬なんですね。まあなんでかっていうと小倉は3コーナーから最後の直線の入り口までずっと下り坂なんでペースが速くなりがちなんですよ。でスタミナを要する舞台なのでまず芝の長距離血統ね。で湿った馬場なんで芝のスピードも求められるんで芝の長距離血統なんですけどダートの適性も求められるので米国型の配合が入ってる馬を意識して入れてるようにしてます。ちなみにその配合は3着の馬でした。このレースの該当馬はトゥザワールド3区の10番人気5番霧島タウン。馬券は5番霧島タウンの単勝1000円副賞2000円で勝負です。青い帽子5番の霧島タウンは中段の8番手4コーナーで前との差を詰めて最後の直線です。上がってきたんじゃない上がってきたんじゃない刺せるんじゃないいい手応えなんじゃない刺してこい刺してこいよしよしよし伸びてきた伸びてきた伸びてきた刺せ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 あーちょっと届かないか頼む刺してくれ刺してくれ届け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 あー厳しいかいやー外れです。いやーはい、決闘ワンポイント講座です。今のレース3着に入ったのはローズインメイ3区です。ローズインメイ3区ダート全体の単勝回収率も 95% でハイアベレージですが直線坂のないコースに絞ると単勝回収率 116% にまで跳ね上がります。さらにですねその直線に坂のないコースの周回コースだと単勝回収率は 123% にまでなります。ダートローカルの同日インメイト覚えておくと覚えやすいと思います。
このレースに出走する該当馬はスマートファルコン3区の5番人気1番クリノパイソン、トランセント3区の8番人気14番君のプリンス、馬券は1番14番の単勝1000円副賞2000円で勝負です。白い帽子1番のクリノパイソンが2番手をキープ、ピンクの帽子14番君のプリンスが4コーナーで3番手に上がって最後の直線です。おお、1番と14番そのまま刺してこい、2頭まとめて刺してこい、前かわせ前かわせ前をかわせ前をかわせ、どっちでもいいか前をかわせかわせかわせ、14来た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 、刺せ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 、頭刺してくれ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 、うわ届かなかった。12番トップスターさん3頭の競り合い予選、いやまあプラスはプラスなんですけどね、できたら頭で来てほしかったですね。はい、決闘ワンポイント講座です。今回の該当馬のトランセント3区、湿った馬場が得意なんですけども、スピードを求められるダートのワンタンも得意です。ダートのワンタンだと単勝回収率 111% のプラス回収率、 1200m だと188% まで上がります。同じくスピードを求められる東京の軽いダートだと 1300m で副賞回収率プラス、 1400m で単勝回収率プラスになります。よかったら参考にしてみてください。このレースの該当馬は絆3区の7番人気13番ジャルジェ、スマートファルコン3区の6番人気14番ドロームの2頭、馬券は13番14番の単勝1000円副賞2000円で勝負です。オレンジの帽子13番ジャルジェは後方集団の一角10番手、ピンクの帽子14番ドロームは最終コーナーで先頭に並びかけて最後の直線です。やばい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 、これめっちゃ熱いめっちゃ熱い、7番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 
はい、決闘ワンポイント講座です。今のレース1着3着したのはオルフェーブルサンクです。最近何かとオルフェーブルサンクのダート適性が話題になりがちですが、実はですね、ボバよりも牝馬の方がダートの期待値は高いです。ちなみにですね、牝馬でダートで買い付けるとプラスになります。あとですね、オルフェーブルサンクは小倉のダートが大得意で 1000m も 1700m もベタ買いでプラス収支になります。はい、皆さんお疲れ様でございました。本日の企画、ダート不良馬場、絆スマートファルコン、トランセンド、トゥザワールド3個を買っとけばボロ儲けできる説、先生立証でございます。はい、ありがとうございます。いや、まあ今回の動画ちょっとね、プライベート馬券の感じも入ってしまったんですけど、普段はねあまりね被らないようにしてるんですけどね、まあ、ただ今回ちょっとダート不良馬場だったんで、ちょっと被るレースが多くて市場も挟んでしまいましたが、申し訳ございません。そうですね、また次からもこうやってためになる動画を作っていきますので、皆さんこれからもよろしくお願いします。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。